多くの女性に自信と勇気を与えたい。岩手の女性がミセスユニバースのファイナリストとして日本大会に出場しました。グッドラックストーリー。奥州市のボディメイクトレーナー菊池美希さんはミセスユニバースジャパン2021のファイナリスト50人に選ばれ、今年7月に開催された日本大会に出場しました。大会ではウォーキングのほか英語での自己紹介も行い、社会貢献をテーマにしたスピーチではトップ5に入りました。コロナっていう状況か、そういった中でも挑戦するということが他の方の何か挑戦も後押しになるんじゃないかと思って始めました。どんなことを学びましたか？いろんなこうライフステージを経験されていたり、お仕事を経験されている方と一緒になったので、どのような仕事をされている、どのような経験をされているっていうことを聞いたことによって、私は活かせることは何かっていうことを新しく学ばせてもらいました。大学時代はアメリカに留学し、積極性を身につけたという菊池さん。22歳で地元に戻り、ヨガ教室を開設。昨年はスタジオクーを設立し、エクササイズや栄養管理、メンタル面の指導を行っています。スリングって呼ばれるんですけど、これを使った空中でのヨガだとか、キックボクササイズ、それから床でやるヨガやピラティス、そういったものが体験できます。現在は2人の男の子を育てながら自らのスキルを磨く日々。そんな菊池さんの良き理解者はご主人のカイトさんです。地方において、あ、何か世界に向かって挑戦する機会っていうのは実はあるんだなっていう自信を持てる人がなんか増えてきて、一緒にね歩むきっかけになればね、それがなんか一番良くなるんじゃないかなと思います。例えば子供が生まれた、結婚した、そういった節目節目で何か自分のやりたいと思っていることは諦めない、で私自身進んでいって、それがロールモデルになって後に続くような人が生まれてきたらいいなっていうふうに思ってます。心と体を健康に、女性に自信と勇気を届けます。女性がもっと輝けるステージへ、グッドラック。こんにちは、ありがとうございますなどの挨拶を怠らないように心がけます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。